海を楽しみ、海を味わい、そして美しい海を守る、海と日本プロジェクト in 山梨。甲府市にある山梨大学教育学部附属中学校。この日行われた授業は、文部科学省が推進するオンラインを活用した教育、ギガスクール構想の一環です。早速中継をつないでもらいましょう。よろしくお願いします。ではつないでみますね。山木さん、皆さん見えてますか？見えてます。あの白い、生徒たちは海洋調査船や深海探査船から送られてくる中継映像を見ながら、海が私たちの生活とどのように関わっているのかを学んでいきます。ではこの3つの中で深海に持っていった時に潰れてしまうものはどれでしょうか？特別講座の中には、生徒たちがタブレットで答えるクイズのコーナーも。新生丸の小林さん、正解をお願いします。潰れているのは1番のゴムボールでした。高い圧力がかかったのを液体で満たされているものであれば潰れることはほとんどないんです。これを見て、講座では他にも深海で回収されたゴミの話など、海洋の環境問題についても勉強しました。こちらの1年生5人はテレビなどの情報から海洋の環境問題に興味を持ち、昼休みや放課後に集まって自発的に学習を始めたそうです。先ほどの講座を受講して、彼女たちはどんな感想を持ったのでしょうか？私、深海がなんか怖い生き物とか苦手で、あんまし調べたいことがなかったので、なんか綺麗な生き物も存在するんだなっていうことを初めて知って感動しました。知らないこともたくさんあって、まだまだ自分は海のことにあんまり知らないなって思ったり、それと同時にもっと環境のことやとゴミのことについても考える必要があるなと感じました。海の環境問題はここにいる私たちとか5人とかだけじゃ解決できないと思うので、なんか日本だけじゃなくて世界の問題だから、学校全体としても意識を高めていく必要があるかなって思いました。彼女たちの今後の活動が楽しみです。海と日本。この他にも全国のおすすめ動画が公式 YouTube チャンネルに載っていますので、ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。